幼い頃の話なんですよ。うちのスタッフの女性なんです。まだ若い子なんですが、彼女が話してくれたんですがね、彼女のその生まれた土地っていうのは埼玉の方なんですが、お母さんもパートでもって週に何日かお仕事してたんですね。で、小学校の低学年の時に、今日はお母さんお勤めだなと思うと仲のいい友達の家へ遊び行ったんですよ。で、そこで遊んでると電話が入って、帰ってらっしゃいって、はいって、じゃあね、また明日、バイバイって帰ってきた。まあそんな日が続いたんですが、たまたまある日その友人と一緒に帰ってった。この日もその友達の家へ遊び行く日だったんですね。もう歩き慣れた道ですから、いつものように歩いてたと、その友達が、ねえほら、ねえねえねえ、ほら、あれあれって指さす。何だろうと思って見てみた。と、向こうにお寺さんがある。もちろんよく知ってるお寺さん。でも指さしてるのはどうもお寺ではなくて、その横のお墓の方らしい。言いながらどん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 行っちゃうから、何何ってついてった。ほらほら、あれほらほら、何だろうと思って行ってみた。お墓がずっと並んでる。ほら、あそこって見ると、一つの墓石の前に何かポーンと置いてある。何だろうと思って行ってみたらば、ほらねっていう墓石の前に、まだ新しいお人形さんがポンと置いてあった。ああ、お人形さんだって言ったら、友達が、ねえ、かわいそうだね、こんなとこにいたらさ、雨が降ったら濡れちゃうよね、うん、犬が来たらさ、噛まれちゃうよね、かわいそうだよねって言うから、うん、どうやらこの人形は気に入ってるらしい。かといってどうも持っていけないもんだから、あれこれ理由をつけてるんでしょうね、きっと。でも結果的には人形を持っていけないで、そのままお家へ行っちゃった。で、遊んでると電話が返ってきて、はい、帰ってらっしゃいってから、はい、じゃあね、バイバイ、また明日、さよなら、帰ってきた。とっとっとっとやってきて、ちょうどお寺まで来た時にふっと気になったの。見るとはなく、こう見てみた。で、行ってみると、さっきと同じように墓石の前にお人形さんがポツンと置いてある。じーっと見てると、とっても可愛い。かわいそうだね、こんなとこいたらさ、雨が降ったら濡れちゃうよねって、人形に話しかけた。答えるわけがない。犬が来たらさ、噛まれちゃうよね、かわいそうだよね、お家来る、お家行こうか。もちろん答えるわけがないけれども、そう言いながら抱きかかえちゃった。とっても可愛い。話すのが嫌になっちゃった。で、人間を抱えてとっとっとっと自分家帰ってった。でも、なんとなく後ろめたい気持ちがするもんだから、親に内緒で自分の部屋へ持ってって、他のおもちゃの隠しちゃった。で、その人形さんに名前をつけて自分の妹にした。そうなると、何かの時その人形とお話をできるし、楽しみができた。だから友達と会えない日でも、お人形さん相手に結構いい時間が過ごせたわけですよね。その日もお母さんがお仕事だったんで、お友達のうち行こうかなと思ったんですが、このお友達のうちでも用事があったんで行けない。結果的に自分は一人で帰ってきた。鍵っ子さんですよね。彼女のうちはマンションなんですよ。とっ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 と帰ってきた。で、4階まで来た。鍵を開けて中へ入る。で、自分の部屋行ってみると、お人形さんがいるんで、今日はね、こうでね、ああでねってお話してた。ふっと窓を見てみると、どん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 曇ってくる。暗くなって、雨がポッツリポッツリ降り始めた。外へ遊びにも行けないし、しょうがないから、お家でもってお人形さんと遊んだと、そうこうしてると、電話が鳴った。あ、お母さんかなと思って、はい、川崎です。舞ちゃん、知らない女の声がする。はい、あなた妹と一緒に帰ったわよね、これから行くわ。ガチャンと切れた。なんだか分かんない。なんだろう今のは一体。でも、まあいいやと思ってまた遊んでた。しばらくするとまた、電話が鳴った。はい、川崎です。舞ちゃん。お、さっきと同じ声。今ね、あなたの家のすぐ近くまで来てるの。これから行くわ。ガチャンと切った。弱っちゃった。知らないお姉さん来るって言ったって、お母さんいないし、どうしようかな、弱っちゃったなと思いつつ、ん、なんか嫌な予感がした。妹と帰ったって、もしかすると人間のことかな。じゃあこれから来てお姉さんに怒られるのかな。お母さんにバレちゃうし、でも嫌だな、怖いな。でもなんか違う、子供の中になんか違う。うわ、怖いな、お母ちゃん帰ってきてくんないかな、どうしようかな、弱っちゃったなと思った。そうこうするうち、またプルル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 ル
怖いから出ないと、プルル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 ルずっと鳴ってる。お母さんかもしれないから、はい、川崎です。舞ちゃん、はい、今ね、あなたのお家のマンションの玄関のところにいるの。これから行くわ。ガチャンプ、怖い、どうしよう、怖い、なんか知らない人がやってくる。どう考えても普通じゃない。子供ながらにも怖いよ、お母ちゃんが来て怖いよ、なんか怖いよ、お母ちゃんが来て怖いよ、怖いよ、怖い、怖いけれどもう逃げるわけじゃない。相手はマンションの入り口来ちゃった。怖いよ、怖いよ、ドゥルルルドゥルルル、また鳴り出した。出るもんかと思った。ドゥルルル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 ずっと鳴ってる。お母さんかもしれない。はい、舞ちゃん、今ね、2階にいるの。あなたのお家4階ね。これから行くわ。ガチャッと、もうそこまで来てる。どうしていいか分かんない。怖いよ、お母ちゃん怖い、帰ってきて、お母ちゃん帰ってきて、怖い、お母ちゃん帰ってきて、お母ちゃん怖い、お母ちゃん怖い。で、やがてドゥルルドゥルルドゥルルなった。うわー、出たくない、出たくない。でも電話がずっと鳴ってる。お母さんかもしれない。はい、舞ちゃん、はい、今ね、あなたのお家の玄関の前にいるの。これから行くわ。ガタンと来た。すぐ目の前が玄関。もうその向こうにその人来てる。怖い、お母ちゃん怖い、帰ってきて、お母ちゃん怖い。逃げるわけにもいかないから、ガタ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 震えてる。お母ちゃん怖い、お母ちゃん怖い、おばあちゃん。ドゥルルルルッなった。どうしていいか分からない。ドゥルル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 ルずっと鳴ってる。止まったけど、お母ちゃんかもしれないから。舞ちゃん、今ね、あなたの後ろにいるの。ガタン、怖さでもって涙ブーってした。と思った。怖いけれども仕方がない。ゆっくりと後ろを見ると、体の小さい、色の真っ白な人形のようなお姉ちゃんが立って、じーっと舞ちゃん、泣きながら舞ちゃんもじーっと見てる。あなた、妹欲しい？泣きながら、うん、どうしても欲しい？うん、だったらあなたの命ちょうだい。そのまんま記憶が遠のいて失神してしまったんですよね。後でお母さん帰ってきて気がついた時には人形はなかったそうなんです。でも人形のことをお母さんには一言も言わなかったそうですかね。子供の頃の不思議な体験だそうです。